かったです、ね、あ、本当ですか、はい、なんか素敵でしょ、はい、正解が前澤さんって、はい、そうなんですよ、次また出るときはそうですね、パソコンをしていることを願って、私たちももっとカメラ映せるようにちょっと研究します。ありがとうございます。お疲れ様です。あ、終了ボタン押してないですけどいいですかね。あ、大丈夫ですよ。すいません、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。どこに座るんですか。あ、赤いマイク椅子あります。あります。あ、そこに。番組のアイコンを、はいはい、あ、今日はちょっと無理だと思うので、はい、来週までにちょっと変えてほしくてですね。あ、はい、今マイナスになってるんですよ。ああ、あれですか、番組表とか、番組表とこの、YouTube で見たら左上に出てくる番組名あるんです、はい、あれをちょっと変えてほしくて。あ、了解です。はい、大丈夫です。ちょっと送信するので、お願いします。はい。ちょっと落ちるね。かけなくのこの世界を今Fly into the sky。 目の前の僕のフィールドはまだまだ道の世界だ。はい、皆さんこんにちは。時刻は13時を回りました。ワンファミリーグレートチャレンジャー大城の夢に向かってやるしかないのお時間です。この番組では私 GCO がですね、一緒に喋って盛り上がりたいゲストを引っ張ってきちゃいます。そして好き勝手に盛り上がっていきます。ゲストの夢をさらにヒートアップ、視聴者の心もヒートアップ、そしてなぜかラジオを聞いてない人もヒートアップするという熱い番組となっております。では皆さんお楽しみください。ではそれでは番組スタートです。で本日も、素敵なゲストにですね、来ていただいております。では自己紹介の方よろしくお願いします。はい、革命の創造主アザマックスです、よろしくお願いします。お、ではアザマックス、革命の創造主アザマックスに本日はですね、来ていただいております。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあではまず革命の創造主アザマックスは今現在どういったことをしているんですか。はい、多分革命の創造主だけではなんか分からないと思うので、はい、話しますと、はい、自分は今システム開発の仕事をしてまして、うん、もっと先に言うと有限会社 XYG システムという会社をやっています。おでそこで、いろんなコンピューターを使ってシステムを作って、はい、世にいろんなサービスを出しているという仕事をしています。はい、なるほど。例えばじゃあこのサービス今出しているってことなんですけれども、はい、なんか今までこういうのをやってきたっていうのはあったりしますか。そうですね、今飲食店で使ってる、メール配信サービスとかはもう以前やってたり、うん、あと、顧客管理システムとかですね、ユーザーさんが携帯の会員になってもらってポイントを与えたりとか、うん、そういう、お店向けのシステムを作ったりもやってました。はい、そのシステム開発というのを今主にやってる、はい、ということですね。はい、ありがとうございます。でその革命の創造主ということなんですけれども、
この革命ってどういうものなんですかね。そうですね、今自分はいろいろシステム作ってるんですけど、はい、もっと世には便利になるシステムがどんどん作れるんじゃないかなって思っていて、まだまだ足りないと思ってるんですね、はい、でそれを、自分が作るこの、このエンジニアのチームを作って、そこからどんどん新しい、もう革命的なサービスとか、そういうシステムをどんどん出していきたいっていう夢があって、それに向けて、その革命の創造主というのをキャッチコピーにしています、はい、ありがとうございます。じゃあこの今このアザマックスの中で、この今の段階ですね、なんかこういったものをなんかもっとよくできたらいいんじゃないかというものなんかあったりしますか。そうですね、今もこのチームで最初に立ち上げているのが、スマホで、みんながつながるような仕組みが欲しいなと思っていて、はい、今はFacebookとかはもちろんあるんですけど、それでもなかなかそれにはか、使えない人もいるので、もう本当にいろんな人がそれを使って、コミュニケーションを取れたり、連絡手段で使えるような、そういうのを今立ち上げていて、それが誰でも使えるようなものに持っていければ、もっと便利になるんじゃないかなと思ってます。はい、例えば結構今のこの Facebook だったり LINE とかって結構若い世代とか、ちょっとお年寄りとか確かに使ったりは難しいですよね。そうですね、だからなかなかやっぱ電話とかそういう手段になってしまうんだけど、それよりももっとつながれる、せっかくいい機会があるので、機会というかね、このスマホというものがあるので、もっと使えるようなものができるんじゃないかなと思ってるんで、そういうのも、はい、考えていってます。なるほど。確かにあれですよね、もうガラケーももうなんかそろそろもうなくなるみたいな話もありますよね。そうですね、今自分の母親まだ使ってますけど、そろそろやっぱり スマホにしたらって言うんだけど、なかなかこれがこれ、全然もう別に必要じゃないからって言って、何でもメールとか、電話とメールで済むんじゃないみたいな、なんだけど、それは実際知らないからで、はいはいはい、実際スマホとか使えるようになれば、こんないいのがあったんだって多分なると思うんですね。このやっぱり壁が、最初の壁があると思うんで、そこを突破するようなものもやっぱり必要だと思うんで。そうですね、結構なんか自分も最初スマホを持つ時とかって、なんかスマホに変えたら何ができるんだろうっていう、そこが分からなかったりして、変える必要ないかなとか思ったりしてた部分があったんですけど、やっぱり今ガラケーの人とかもこのスマホ持ったらこういういいことがあるんだとか、そういったものがより分かりやすくなれば、そうですね、どんどんあと逆になんかスマホを持ちすぎて、やりすぎて依存症というか、スマホ依存みたいな感じで、ちょっと離れる人もいると思うんですけど、その辺の、バランスは必要だと思うんですけど、やはりこれから絶対スマホはもう生活の中に入ってきても必ずもうある状態になると思うんで、そういうサービスはどんどんこれから出てきて、必ずこういうのあったらなって思ったら必ず誰かが作るんですね、いずれは。なのでそれを思ったらもう先に作りたいんですね。それをだからすぐ作れるようなやっぱり仲間がいないと、エンジニアですね、なのでそれを徐々に増やしていくっていうところを、やってます。じゃあ今その仲間は今現在は何名集まってますか。今まだ2人ですね。まだ実績がないんですね、正直言うと。実績がないんで、まだこんなのできるから集まれっていうなかなか言えないところがあって、だから実績を作ろうということで今2人でやってるんで、その実績ができればそこからどんどんもっと増やしていけると思うんで、そこは今もう準備段階というか、もちろんスタートしてるんで、これ準備ができてないからまだ待っとこうって言ってたら多分進まないんですね。だからもう準備できてないっていうか、まだこんだけだけど一応やってるよっていうんで、どんどん打ち出していこうと思ってて、それまた YouTube とかでも、自分もエンジニアとしてのこの経験とか、これからやりたいこととかをどんどん発信して仲間を集めようと思ってます。じゃあこの今ちょっとこのラジオにも出演していますので、なんかどういった仲間が欲しいなとかあったりしますか。そうですね、やっぱり今自分エンジニアやっていて、もっと自分なんかできるんじゃないかなとか、今会社でやってるとか人だったら、もうその会社でやってる仕事以外にもっと自分がこの能力を、スキルをもっと使える場所がないあるんじゃないかなって思ってる人とか、これからも勉強中でこれからシステムをやっていきたいっていう人でも、その一部、そのシステムの開発の一部をやることもできるので、やっぱ何かしら自分が何か作れるんじゃないかな、作りたいなって思ってる人だったら、全然参加してもらっていいので。なるほど。じゃあ皆さん聞いてますか、このシステム今エンジニアの方だったり
これから学びたい、でいろんなものをこのどん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 作り出していきたいということですね。そうですね、うん、そういった夢やこの 目標を持っている方がいましたら、どちらの方にお声かけしたらいいんですかね。まあ、あの自分の YouTube 見てもらったら、そこにあの登録する URL が載ってるので、そこから申し込んでもらったらいいです。じゃあアザマックスの YouTube の方、じゃあぜひご覧ください。お願いします。はい、じゃあ、はい、うん、ただ、うん、まあ、正直あのこれで稼ごうとかいう人はまだ、うん、来ないでほしいんですけ なるほど、そういうのはまだこれからなので、うん、稼ぐっていうところじゃなくても作りたいっていうところで来てもらったら、うん、そこからどんどんこう増えていって、そこからもう稼げる、うん、どっかの段階で稼げるようになるので、それはもうこれからなんで、うん、まず作りたいっていう人ですね、うん、お願いします。うん、あ、じゃあまずはまあお金そこで稼ぐではなくて、まずはいろいろとどんどん行動してみるっていうところですね、うん、そうですね。うん、はい、じゃあ行動したいという方はじゃあぜひ待ってるそうです。すみません、お願いします。はい、はい、うん、じゃあその今はこのシステム関係をまあ作ったりとか してるっていうことなんですけれども、はい、そのそういったことをやりたいなと思ったきっかけっていうのは何だったりするんですかね。あ、そうですね、まあ、自分がもう中学校のところにコンピューターに出会ったんですけど、うん、あのその時はまあコンピューターって言ってもただゲームをするような、あ、もうゲ、あ、あのおもちゃですね、おもちゃとしてしかコンピューター自分は扱ってなかったんだけど、うん、ある時このゲームをやってたら、そのゲームが動いてるもうプログラムっていうのを見せてもらって、うん、はいはいはい、なんか英語とか記号とか数字の羅列がガーってなってて、うん、これを書いたらゲームが作れるんだよっていうのを聞いたんですね、うん、あの先輩から、うん、それですげえなと思って、うん、じゃあもう自分を作ってみたいっていうのがそこで湧いてきて、うん、そこからもうプログラムの勉強を独自で、うん、独学でやりながら、でもうちょっとしたらもうコンピューターも欲しくなって、それを自分 の新聞配達しながら買って、うん、もう本当にそこからもう高校生ぐらいの時からずっとプログラムを勉強して、はい、でそこからやっぱりいろんなの作りたいっていう衝動があって、まあ、それでも本当にその仕事にもついて、うん、今に至るという。あ、でもすごいですね、中学校の時にまずちょっと興味持って、でそのためにコツコツとそうですね止めて、もう実際コンピューターも手に入れて、はい、その出会いがなかったら本当に今何やってたか分かんないですね。そうですね、もうその時の出会いが今につながってると、うん、はい、お面白いですね。そうですね、はい、なるほど。じゃあ今革命の創造者アザマックスはまあそういったことで今やっていまして、できっかけとしてはそういったものがあったということですね。はい、はい、ありがとうございます。ではまた番組後半の方でもですね、さらにアザマックスについてどんどん聞いちゃって、いきたいと思いますので、では一旦ですね、このこちらの方では CM に入りたいと思いますので、ではまた一旦 CM の方に入ります。お願いします。CM に入ってなんかこの今自分の紹介とかでなんか話足りないなっていうのがあったりします。これこの話なんかしたいなとしときたいなとかあれなんですか。そうなんだ、どうしようかな。なければこれも子供の頃の夢とかのことも聞いていこうと思うんですけど。そうしましょうか。あ、じゃあ OK、それで。まあそこから私その仕事の話にはつながると思うんですけど。はい。じゃあ20秒前ですね。はい、なんか小学校の時とかでなんかこんなのしたいなとかあったりしました。その時はプログラマーというか、あの建築家になりたかった。ああ、全然これ今のに関係しない内容で全然いいと思うんで。はい、ではお待たせしました。番組後半の方に入っていきたいと思います。で、アザマックスについてさらに聞いていきたいと思います。はい。ではですね、今後半の方では2つのコーナーを用意しております。さあ、じゃあまず1つ目のコーナーに行きたいと思います。ではアザマックス、はい、子供の頃の夢は何でしたか。はい、子供の頃は建築家になりたいって思ってましたね。で、よくよく考えると自分兄貴がいるんですけど、うん、2歳上の兄貴がいて、うん、やっぱり2歳上の兄貴なんで、やっぱりずっと追いかけてたんですね、ちっちゃい頃は、小学校の頃、はい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 、で兄貴が行くとこはずっとうちもついていってっていうのがあって、うん、でその時に
多分兄貴がその言ってたんですよ、あの、うん、何になりたいってな親に言われたら建築家になりたいって、うん、でそれ聞いててなんか自分もなりたいんじゃないかなみたいな感じでなりたい自分も言ってて、うん、で結局あの兄貴はあの大学も土木あ龍大の土木科出て今、うん、もう今度建築の仕事してるんですよ。すごいですね。でまあ自分はだから中学校からそのさっきのコンピューターの出会いからプログラマーになりたいって思ってて、うん、もうそこからはもうずっとこの道ですね。はい。あじゃあまあそのお兄さんがきっかけでまあ建築家になりたいっていうのがまああったけれども、先ほどの話のようにうん、でそのやっぱりコンピューターとの出会いがあって、うん、本当にもうずっとやってるんで、うん、もうそのきっかけですね、もう一番の。でそこからあのやっぱり自分 ここまでこのシステム開発ずっと やってこれたのは、うん、やっぱり自分の使命だなと思ってて、うん、それを作ることであの本当に楽しいんですね。作るだけで楽しいんで、その楽しいのが仕事になるってすごい素晴らしいじゃないですか、うん、でそれをもっとやっぱりその自分が持ってるスキルとか作った商品とかサービスを、うん、もう求められてる人にどんどん与えていけたら、うん、もう大、うん、成功間違いなしだと思うんで、うん、はい。あじゃあこのアザマックスが今このプログラムをやってるじゃないですか、はい、やってて一番あこれ楽しかったなっていうのがあったりしますか？そうですね、あの、まあ、最初この会社立ち上げた頃最初の頃、うん、あの、まあ、あるウェブサイトを作ったんですけど、はい、あの、まあ、今新都心に住んでるんで、うん、新都心を紹介するサイト、その頃自分が住んだ頃17年前で、うん、まだあんまりなかったんですお店が、新都心も、はいはいはい、あのまあ三栄メインプレスがあるぐらいで、うん、あとは何もない状態で、うん、ただこれから発展するっていうのはもう確実に分かってたんで、うん、もうだからそこであの そこのお店を紹介するサービスが絶対必要だなと思ったんで、はいはいはい、それをまず立ち上げたんですね、うん、でそこであの、まあ、スポンサーみたいな企業さんをとお店とか募って、うん、スポンサーになってもらったり、あと、うん、まあ、その新都市の情報をメール配信しようということで、うん、そういう仕組み作って、うんうん、そこであの、まあ、広められたっていうのは良かったかなと思いますね、うん、まあ、そこで、まあ、本当1年2年ぐらいしてこのサービスはもう止めた、やめたんですけど、はいはい、まあまあ、そこが一番自分があの会社を作って最初にやったサービスなんで、自社で作ったサービスなんで、うん、ああそうなんですね、うん、それはやっぱりあの、まあ正直言うとまたやりたいではあるんですけどね、うん、そういう、まあ、新都心を紹介するサイトっていうのは、うん、まあ、これも一つのやりたいことの一つで、うん、今後、はい、考えてます。うーん、あーそうですよね、もう十何年前の新都心って確かに。そうですね、だからその全然、うん、やっぱりあのその後もこの、まあ、メール配信とかこのお店を紹介するシステムどんどん作っていったんですけど、うん、まあ、自分が考えるこの仕組みが、まあまあ、正直その時のまだ世の中ついていってないというか、早すぎたところもあって、このシステムやってると自分の技術をどんどん追い求めるじゃないですか、はい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 、でこんなのあったら絶対便利だろうと思って作るんだけど、世の中はまだそれ求めてないっていう状況もあって、だそこであのこんなのいいですよって説明してもみんななんかちょっと意味わからんなみたいな感じでなかなか使ってもらえないこともあって、そこでちょっと失敗したビジネスもあるんで、はいはいはい、今はもう本当に、ね、スマホでみんなほとんどが持ってる状態なんで、うん、今だったら何かそういうのもあのできると思うんで、また考えていきます、はい、じゃあちょっとじゃあその時はじゃあ先をアザマックスが先を行き過ぎてたっていうところがあるんですね。そうです、本当に正直ありますね、 2,3 年後に、うん、あのあれあったらなとかなってたんだけど、うん、その時はもう説明するので精一杯なんです、うん、あのお客さんにこんなのあるんですけど、うん、こんなでできますよって言っても、うん、どうかな、なんかなかなか理解してもらえなかった。じゃあ今でこそこのもうみんなもうほとんどの人がもうスマホ大人は持ってるじゃないですか、うん、はい、なんかもうようやく追いついてきたっていう感じですね。そうですね、じゃあもう今こそそういったものを、はい、はい、今だったらこの今でもこの新都心の紹介がいいんですか？あ、まあ、今だったらもう本当にそんな地域だけじゃなくて、うん、もういろんなこう、まあ、那覇とか、ね、広めていけるとは思うんですけど、うん、まあ、限らずいろんなとこ全体的にということですね。そうですね、うん、なるほど、あ、分かりました、ありがとうございます。じゃあそういったところからこの
まあ、小さい頃の夢から今にもつながっているというところですね。はい、ありがとうございました。ではじゃあ2つ目の、コーナーの方に行きたいと思います。はい、では2つ目が夢の前祝いよしくおめでとうございます。では説明したいと思います。よしくとは先に喜び祝うことでその夢や目標を引き寄せるという夢の叶え方になります。日本人からですね、昔からやっているお花見や盆踊りっていうのもそのよしくの一つとなっております。でこのラジオの方でもよしくをしてその人の夢をどんどん引き寄せていきましょうということになっております。では本日のゲストのアザマックスが叶えたい夢というのは何でしょうか。はい、まあ、先ほどから言ってるんですけど、まあ、自分らでシステムを作るチームを作るのが夢です。うんうん、でそれを本当に増やしていってそのチームでどんどん新しい仕組みサービスシステムを立ち上げていくっていうのが、うん、はい、今の夢です。うん、どんどんチームがたくさん集まってどん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 いろんなことをシステムを作っているというところで、はいはい、じゃあその夢が何年後には叶っていますか。もう徐々に増えていくと思うんですけど、うん、もう10年後にはもうそのチームが10万人ぐらい集まった状態は、うん、はい、目指したいです。いいですね。じゃあ10年後ということで、はい、はい、ではじゃあ10年後にタイムスリープ。おっ、アザマックス10年ぶりですね。あ、はい、はい、じゃあ夢が叶ったということを耳に入ってきたんですけれども、はい、そうですね、もうやっと10万人達成しました。お、何が10万人達成したんですか。メンバーが10万人達成して、うん、なかなかこう途中日本人が多かったんですけど、うん、まあ、世界にもどんどんこう参加者が増えてですね、もう今10万人のうちのもう1万人はもう海外からですね。おお、もういろんな人材が仲間に入ってるということで、はい、はい、じゃあ仲間の10万人達成でアザマックスおめでとうございます。はい、ありがとうございます。いやー、いいですね。じゃあこれ実現して今どんなお気持ちですか。いや、もうやっと来れたなっていう感じですね、ここまで。はい、最初の頃2人から始めたんで。そうですね、はい、2人からもうその時の2人でも話したらもうすごいことになるじゃないですか。そうですね、はい、あの時は2人で頑張ったよなってことで、はい、もう毎月2人で飲みながらああやろうああやろうってこうやろうって話してたんで、うん、そこからもうスタートで、はい、すごいですね。もう10年で10万人も、はい、いやー、もうすごいですね。じゃあこの夢を実現したことで今周りの人からどのように声かけられたりしていますか。あ、やっぱり、まあ、ここまで達成してどういうふうに達成したんですかっていう話をよく聞くんですけど、うん、まあ、やっぱりそれは本当に2人のところから本当に絶対やるぞと決めて動き始めてたっていうのが一番だと思うんで、うん、なかなかこうみんなね準備してからやろうとかお金がないからできないとか時間ないとか、はいはいはい、まあ、言いがちなんですけど、うん、まあまあ、なくてもないなりにできることはあると思うんで、うん、そこから本当にスタートして、うん、もうやるぞというかもうなんか絶対やるという気持ちを、うん、しかも思うだけではなくて発信していくっていうことが大事だと思うんで、うんうん、それによってみんな他の仲間も集まってくるので、うん、それが本当に大事だったなと思います。うん、もういいですね、この、はい、まあ、2人だろうが、まあ、何人だろうが今その時でもう持っているものでもうスタートしていくというところですね。そうですね。うん、あと、まあ、その夢をやっぱり語り合える仲間っていうのも大事だと思うんで、うん、やっぱりなかなか一人で思ってても、うん、やりたいなと思っててもまあ、普段の生活とかにこうダラダラしてしまって、うん、なかなか動けないっていうのもあるので、うん、他にですね、まあ、それぞれ夢があって進んでるのを見ると、うん、自分もやっぱりやらんとなとか思うので、そういう仲間ですね、やっぱりワクワク大人塾の仲間とか、うん、もう今でもみんな成功してやってるんで、そうですよね、まあ、それを、うん、まあ、自分もそうなんだけど自分もやってるよ、まあ、お前もやってるなっていうのを見ながら進めてこれたっていうのが本当に良かったです。うんうん、そうですね、私もワクワク大人塾アザマックスと同じ2期生でもうやってて、あれからもう10年も経ったんですね。そうですね。いやー、もうすごいですね。今もワンファミリーもこの大きなビルももう建ってますし ね。いや、スタートの時はもう本当に数名だったんですけども。そうですね、2期生ですからね、はい、もうこの出発したメンバー本当に世界に今ね活躍してるんで。そうですよね、うん、もう自分も最近宇宙に行ってきましたよ、ね、ああ、そうですか、はい、はい、もうありがとうございます。もう うちのメンバーも今宇宙に一人いますので。ああ、そうなんですか、はい、ああ、じゃあ今度じゃあそうです、ね、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
じゃあ今このアズマックス夢を叶えたんですけれども、はい、誰がこの一番喜んでくれていますかね。やっぱりまあ家族ですね、まあ、まあ一番妻なんですけど、やっぱりこの自分がこう夢をやるよって言ってて、まあ、最初は、うん、あなんか夢ばっかり追ってないでみたいな、やっぱり、うん、あのね、女の人っていうか奥さんは生活とか大事なので、うん、何かこうあの自分がやることに対して、そういえばブレーキ的なところもあったんですけど、うん、まあ、その辺はあの自分がこう やるのを見せることによって、うん、でそれであの全然もう未来は開けるよっていうのを、うん、まあ、やっぱり見せながら行くことで、うん、あのまあ、自分も心折れずに、うん、あのまあ、見せていけたんで、うん、今はもう、はい、本当に感謝してます。それでついてきてくれたんで、うん、そうですね、一緒にいる人の支えっていうのはやっぱ大事ですね。そうですね、うん、で自分があの、まあ、独立したのが17年前なんですけど、うん、まあ、あですけどあのその時も会社、まあ、サラリーマンから独立するっていう時も、うん、まあ、普通だったら結構怖いと思うんですね。うん、そうですよね。だけどあの、まあ、こういうのやりたいっていうのを言ったらやっぱり、あ、じゃあいいんじゃない、ついていくからっていうことで言ってくれたんで、うん、まあ、やっぱりそれも良かったんで、うん、まあ、まあ、それの今また起業してその新しい夢に向かってスタートで、もう本当に今に至るんで、うん、本当に感謝してますね。はい、そっか。じゃあアズマックス、じゃあ今奥さんに一言言ってもらっていいですか。はい、ずっとついてきてくれてありがとう奥さん。そんなアザマックス本当にありがとうございました。本当にありがとうございますじゃあ今夢を叶えた今、あ、もうあと2分になっちゃいました。はい、あっという間です実際に今この10年後の話してみてどうでしたか。いや、もう早くこの10年後来ないかなっていうふうに思いますね。まあ、それに向かって本当に進んでるのがもう今実感できるんで、うん、絶対成功します。うん、はい、もうそうですね、はい、もうそこをもう今見ちゃいましたので。そうですね、もうそこに向かってどん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 進んでいくということで、もう続々してきました。はい、いいですね、はい、もうまたこのワクワク大人塾のメンバー、同じ仲間としてもまたこれがどんどん進んでいきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。はい、はい、ではですね、このここまでお送りしてきましたワンファミリー自称の夢に向かってやるしかない、そろそろ別れの時間となっております。私たちワンファミリーではですね、夢を描き行動し続ける大人を発信する人材育成プログラム、ワクワク大人塾を行っています。現在第5期生を募集中ですので、ぜひホームページの方もご確認よろしくお願いします。では最後にアザマックスさん、はい、この視聴者へ向けて何か一言お願いしてもいいですか。はい、もしあの夢があるんだったら絶対諦めずに行動をまずしてください。行動することによって周りが集まってくるんで、何も思ってるだけでは伝わらないので、まず行動してアウトプットするようにしたら絶対夢は叶います。はい、ありがとうございます。行動、そして周りの人へのアウトプットということですね。はい、はい、じゃあ皆さんぜひもう今日からそれスタートです。よろしくお願いします。自分もやっていきます。では本日のお相手はワンファミリー自称とゲストのアザマックスでした。では最後にせーの、夢に向かってやるしかない。ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。ライブを終了でいいですか。はい。